メイクは魔法であり、お守りだ。メイク批判を浴びた高梨沙羅選手も全ての人が自分らしくいられる世界へ。北京2020にオリンピックに出場した高梨沙羅選手へのメイク批判がインターネット上で波紋を呼んだ。性別問わずメイクを楽しむ今の時代。改めてメイクについて文筆家僕のマリシが考える。関連。 女だから味わわされた屈辱や怒りや恐怖を思い出させてくれる傑作。春、いつもと違うメイクに心躍った季節。春が巡いている。柔らかい光や突然の強い風に当たりながら太陽の暖かさを享受している。花屋に並ぶ春の花や桜味のお菓子を目にするたびに今年も大好きな季節が来たと思う。冬の重いセーターやコートを脱ぎ薄手のカーディガンに袖を通す。 爪に明るい色を乗せれば気分も華やいだ。薄付きの口紅やパステルカラーのアイシャドウをまとうとなんとなく気持ちも丸くなっていつもの景色も違って見える。先日買ったマニキュアはミモザのような色で気に入ってよくつけている。昔はピンクや赤ばかりだったけれど最近は青や緑も選んで塗っている。 ブラウンやグレーのネイルも素敵だし、ゴールドも外せないし、爪がいくつあっても足りないくらいだ。女の子って、こんな魔法みたいな楽しみがあったんだね。以前、男の子の友達が、深い青のマニキュアを塗っていて、めっちゃ可愛いと褒めたら、恋人がくれたんだよね、と、はにかんでいた。爪が可愛いと気分上がる。会社にはさすがにつけていけないけど、女の子って、こんな魔法みたいな楽しみがあったんだね、と言っていた。 マニキュアも素敵だったが、その魔法という言葉が頭に残って檻に触れて考えている。家にある20本余りのマニキュアは全部微妙に違う色、質感で仕事やお出かけ、普段使いと分けている。いつも寝る前に明日の予定や服を考えて選び、塗らない日はほとんどないかもしれない。もう10年以上そういう習慣で生活を送っているので。 あんまり深く考えたことはなかったけれど、この儀式は確かに魔法なのかもな、と思う。今日の自分は爪まで可愛いと思うだけで、なんだか機嫌よく穏やかに過ごせる気がする。髪をセットして、体にクリームを塗り込み、化粧をしてアクセサリーをつけて、爪を塗り、香水を振る。時間がない時は大変だけれど、すべてがうまくいって、カチッとハマった時、鏡を見るのが楽しかったりする。 それが誰かのためのこともあれば、自分が自分を好きでいられるように繰り返す営みのような側面もある。肌にいいものをつけて、いい香りをまとい、好みの色を選ぶ、その装いや、おしゃれが心のケアにもなり得る。化粧や、マニキュアが女性の世界だけに完結せず、どんな性別の人も楽しんで、自分を飾れる世の中になったことが、素直に嬉しい。スキージャンプ、高梨沙羅選手への、メイク批判。 先月開催された北京2022オリンピックでスキージャンプ女子ノーマルヒルの日本代表だった高梨沙羅選手が素晴らしいジャンプを見せたもののメダルを取ることはできなかった。しかし4位という大健闘を見せた彼女に3時を送りたいのだがメイクにうつつを抜かしていないで練習しろという心ない批判が飛び交った。あまりにも的外れな暴言で取り付く島もないのだが、あえて指摘するならば、 一オリンピックに出るほどのアスリートが練習していないわけがない。二マナーとしてメイクをする人も多く、高梨選手は25歳の大人の女性である。三オリンピックという大舞台においてメイクをすることで自分を鼓舞できる可能性もある。相当なプレッシャーに押しつぶされそうになる中、メイクすることでお守りのような効果が発揮されたのではないだろうか。 子供の頃から第一戦で活躍してきた彼女が年頃になりメイクをしただけで批判にさらされるのはおかど違いだ。アスリートである前に一人の人間である。先日高梨選手がオリンピック後最初の実戦となったワールドカップ個人第17戦で優勝した。今季3勝目、ワールドカップ通算63勝目だ。 今後もどうか高梨選手がオリンピックでの批判を跳ね返し、競技もメイクも楽しめるように願っている。女装コンテストに出演した一人の男の子の話。メイクのことで思い出すことがある。高校3年生の時、文化祭の実行委員になった。文化祭を楽しみたいといろいろ企画を考えて女装コンテストを開催した。 一年生から三年生まで、次戦多戦問わず、参加者を募り、思い思いの服装メイクで、全校生徒の前に出て、投票でグランプリを決めるのだ。男子が多い学校だったので、人数はすぐに集まって、10人ほどがエントリーした。ほとんどの参加者が、面白い半分で参加していたので、セクシーなドレスを選んだり、ミニスカートを履いたりして、笑いを誘おうとしていた。メイクも真っ赤な口紅だったり、 バサバサのつけまつげをつけたりと、過剰な女らしさを見せていたように思う。だがしかし、一人だけ全く違う雰囲気の男の子がいた。露出もなく、派手さもなく、普通の女の子の服装で、自分で施したメイクはほんのりと色づき、彼は静かに体育館の花道を歩いた。それまで笑いや悲鳴に包まれていた場内が一転、しんと静まり返ったのを覚えている。 きっとそれは彼の女の子の姿を笑っていいかわからなかったのだと思う。なんだかそれくらい切実なものを感じた。時代が時代だったので今ほどジェンダーに対する知識や理解がなく、ただ呆然と見ることしかできなかった。結局グランプリは違う男の子が受賞して翌年も女装コンテストがあったかどうかわからない。しかし心に残るものがあった。 あれから年月が経ってふとあの子は今どうしているのだろうと思う。彼もしくは彼女にとって自分らしくいられる世界になっただろうか。もう二度と会うことはないのに時折ふと思い出してしまう。